今日は体調が悪いので休みます。はい、どうもまこです。このチャンネルではうつ病当事者の私が日々の体験談をお伝えしていくチャンネルになります。今回のテーマはですね、臨時休業ということでお伝えをしていこうかなというふうに思います。僕は現在生活保護を受給しながらうつ病と向き合って生活をしております。でね、こちら千葉県なのですが、低気圧が予測されております。いや、僕ね、なんかやっぱどうもね、うつ病になってから気圧の変化でね、だいぶ体調を落とすタイプで、で気圧がね、だいぶ急激に下がってくると体調がね、かなり落ちるんですよね。で今回はですね、何をお伝えしたいかっていうと、自分の体調が落ちるサインをね、まあしっかりと持っておこうということでね、まあ動画をお伝えしたいかなというふうに思っております。でまあ僕はね、気圧の変化がまあ結構敏感で、で、まあ症状としてはもうかなりね、頭痛がね、まあ、するんですよね。でまあ僕はその気圧とか体調が悪い時にどうやってね、まあ過ごしてるかっていうと、まず一つ目がもう何もしないです。でまあなるべくね、まあ情報であったりとか、自分がね、やらなければならないことを、まあ、なるべくしないようにして、ね、もうなるべく頭をね、あんまり使わないようにっていうふうなことを意識してます。で、体調がまあ悪くなるかなっていうふうな時にね、なんかやったりして、で、急激に気圧が下がるとね、一気に僕ってかなり体調が落ちるんですよね。なので、まあ時にはね、無理せずにゆっくり過ごすっていうのも、まあ必要かなというふうに思ったりします。で、まあもう一つは、寝るです。でまあ、これはもう最終手段にはなるんですけれども、どうしてもね、頭が痛くてどうしようもない時は、ね、まあ、ベッドで、ね、寝るようにしてます。まあダラダラしてね、スマホ見ながらゆっくりアニメ見たりとか、ね、漫画読んだりとか動画見たりとかするのも、まあ、僕は中には必要やなって思っておりますので、時にはね、僕結構インドアだったりもするので、自分のね、まあ、気分とか体調によって、まあ、その時々いろいろね、切り替えるようにっていうのは心がけております。最後3つ目はですね、開き直るです。まあ、もしね、家事であったりとか、自分が1日やるべきことが、まあ、できなかった時って、どうしてもね、気分落ち込んだりとかね、うわこれできひんかったなとかね、あったりするじゃないですか。まあ、僕も実際にね、そういう時たまにあったりはします。でそういう時はもうしゃあないなっていう感じで、なるべくね、まあいろいろなものを、まああえてね、投げ出して、でまあ次の日にすればいいやみたいな感じで、やるようにしてます。自分の体調であったりとか気分の変化に合わせて柔軟にね、まあ行動を対応していくっていうのも、僕は結構病気を持ってる人であったりとかね、体調を落としがちな人には必要かなというふうには思ってますので、あえて、まあ、できなかったけど、まあ、しゃあないなっていう感じで開き直るっていうのが、まあ、考え方の部分で僕は結構重要やなというふうに思ったりはします。でね、今日はまだ若干ね、体調はまだマシな方なんですけど、これからね、多分ね、かなり僕は急激にね、体調が落ちそうだなっていうふうな、なんか若干ね、体調が落ちそうだなっていう野生の感をひしひしとね、感じておりますので、ね、これから僕はね、避難をしたいと思いますね。よいしょ。じゃあ、おやすみなさい。はい、ということでですね、僕はうつ病になってからね、だいぶ自分のメンタルであったりとか健康状態をね、だいぶ気遣うようになりました。で人それぞれ体調が落ちるパターンであったりとか、落ちる予兆であったりとか、僕は特にね、低気圧にかなり敏感なんですけれども、人それぞれこれをやったら体調が落としがちだなとか、こういう状況の時にこれをやりすぎると、うわやばいなっていう感じって人それぞれもしかしたらあるかなっていうふうに思っております。でまあそれを自分なりにね、持っておくことによって、ね、まあ、自分の体調をね、そこまで落とさずに済むのかなっていうふうに、まあ僕は感じたりはしているので、その自分なりの体調のサインっていうのをしっかり、持っておくっていうのは、まあ、僕は大事やなっていうふうに思っております。で、もしよかったらですね、私はこういう状況の時に体調が落ちがちですよとか、
ね、これをやったらちょっと気分が悪くなったりしますよとか、もしねそういったことがあればコメント欄の方にね記入をしていただけると嬉しいです。まあいろんな人にねシェアする形にもなったりはするかなっていうふうには僕は思ったりはするので、ぜひコメント欄の方にご記入いただけると僕は非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね臨時休業ということでですね、これから僕はね気圧がだいぶ下がってきておりますので、ゴロゴロとねベッドの中で、ね、ゆっくりと過ごしたいなっていうふうに思っております。必ずね、何かしなければならないっていったことは特に僕はないかなというふうに思っているので、自分がねこの時に、まあ、やりすぎるとねうわやばいなとか、まあ、この状況にちょっとやるとやばいなっていう時は僕は自分の体調をね一番にして、管理するようにしておりますので、皆さんもですね、自分の体調が悪くなりそうだなっていうふうな思うときは、深追いしすぎずにね、ゆっくりとするっていうのも時には必要だということで、ゆっくりとやっていきましょうということで、今回はこの辺にしておきます。この動画では、僕の生活保護やうつ病に関するテーマをメインに動画を投稿しております。この動画をもしご覧になってよかったなっていう方は高評価チャンネル登録をいただけると非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回はこの辺でバイバイ。よいしょ。じゃあ皆様体調にはくれぐれもお気をつけて、おやすみなさい。